坂部先生どうも過分な身に回るご紹介を賜りましてありがとうございます。私ですね、早いものでついこの間、いつも科研の行事では申し上げてるんですけれども、ついこの間科学研究所に着任させていただいたばかりだと、そうすると嘘つけというような声が時々飛ぶんですけれども、気がつきますと22年を超える歳月が経ってしまいまして、私もいよいよ定年退職で、名誉教授の先生方にお会いしまして、いよいよ先生方の仲間に入れていただける時が参りましたと、先ほどもご挨拶させていただいたんですけれども、ただまだ実感は湧いておりませんけれども、本日はですね、皆様お忙しい中、年度末のお忙しい中、私のために駆けつけていただきまして、本当に心からお礼を申し上げます。本日はここに書きましたような化石微物理学との出会い、新たなビームの可能性を求めてというタイトルで、時間の許す範囲内でお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお付き合いお願いいたします。それで加速器の役割ですけれども、これはですね、要するに物を測ろうとしますと、その物差しのスケールが小さなものを見ようとすればそれほど細かなスケールがいるということでですね、その物差しのスケールを示したものでありますけれども、このここにありますような、これですね、このドブロイ波長という、この波長の小さな波長のもので探れば、より小さな構造を探ることができるという、現在加速器のアプローチというのはこの辺りを目指して進んでいるということが言えるかと思いますけれども、よりハイエネルギー、より高いエネルギーを追求するということが必要になっております。で、加速器の役割というのはもともとそういう基礎物理学のための道具として、より細かな素粒子あるいは原子核物理学の構造研究ということだったんですけれども、現在ではですね、先ほどいろいろな先生方のご紹介いただきましたけれども、がん治療に代表されるような加速器の応用と、日常生活への応用というものもですね、かなり大きな役割を占めていますので、そういったことにも少し触れさせていただきたいと思います。これはよく知られております標準模型ですけれども、こういうふうにですね、物質の基礎構成物というのはこのような種類がありますということで、よく知られているものなんですけれども、私がですね、先ほどご紹介いただきました1971年の4月からですかね、そうです、大学に入りましてですね、研究を始めした時にはですね、実はですね、こういうカラーですとか世代とかそういうような概念はもちろんありませんで、コークはですね、教科書に書かれているコークはこの UDS というこの3種類だけですね、これだけが知られていたというような、もちろんニュートリノと電子ミューオンとタムなどはありませんですけれども、こういうような状態でした。それで私が先ほどご紹介いただきました東京大学の原子核研究所というところでですね、実験をしておりました時に、 D2 ぐらいの時ですかね、このチャームが見つかったという報道で、びっくりしたのを今でも覚えております。それで本日はですね、私先ほどもご紹介、佐藤先生から身に余るご紹介をいただきましたけれども、1971年から今日至るまで、約42年間研究者としての、これで現役の研究者としての一区切りがつくわけですけれども、42年間研究者として活動してまいりましたけれども、そのうちの最初の6年間はですね、加速器はあくまで素粒子物理学という基礎物理学のための研究の手段であるという位置づけで加速器と付き合っておりました。で、その後あとの36年間はですね、むしろその手段であるあった加速器そのものの性能を良くする、あるいはその加速器の中のビームのクオリティをそのものを調べるという、そういう先ほど坂部先生からもご紹介いただきましたけれども、加速器の中のビームをやるビーム物理学というものを研究対象としてまいりました。で、本日はですね、ここに示しましたような最初の素粒子実験の
ご紹介、これはですね、先ほどお手元にお配りさせていただきました冊子の一番最後に私の学位論文が添えさせていただいておりますが、これを簡単に述べさせていただきまして、その後ですね、先ほど玉尾先生からのお手紙に出ておりましたタンツという名誉教授の先生、年配の先生方はよくご存知の先生も多いかと思いますが、科研の先生方とちょっとお名前を合わせしました、このターンツというのに東大の原子核研究所、以後その核研と言わせてもらいますけれども、これ全国共同利用の研究機関だったんですが、そこでですね、学位の実験もやらせてもらいまして、職務をそちらで得ましたということでですね、その核研でのその加速器開発の、あるいは開発およびそこのビームダイナミクスの研究について触れさせていただきます。それから3番以降はですね、こちらの京大の科研にお世話になりましてから以降の斜め部線形加速器のコミッショニング、それから電子ファシリティですね、電子ファシリティのある、それから先ほどずっと写真が出てましたけど、それはこれを持ってくる時の写真を、それでからですね、先ほど坂上先生からご紹介いただきました原研関西研との共同研究で、そのレーザー生成アイオンを用いてがん治療用の加速器の小型化を図ろうと、こういう原研関西研および法医研公営研との共同研究で文科省から予算をいただいてやっておりました。それについてもお話しさせていただいて、最後にですね、その極低温のビームへのアプローチということで、残念ながらですね、これに関してはなんとかですね、私の定年までにですね、少なくともクリスタライン・ストリングというところまではやり遂げたいと思って、日夜、まだあと3月末まで 数日間はありますのであれなんですが、なんとかですねやりたいと思ってたんですが、どうもこれはちょっと宿題になってしまうかもしれないなというのが現状でございます。それで最初にですね、私が実験をやりました、先ほど言いましたけども、最初はスルシ実験をやりましたと。でそれの当時ですね、我が国にはパイ中間子を作ることのできる施設は全国共同利用の田無の東京大学原子核研究所しかございませんでした。ですから私は京都大学大学院で理学研究科の物理学第二教室の高エネルギー物理学研究室、今日お見せになっておられる先生がおられるかと思いますが、その理学研究科のですね、高エネルギー物理学研究室におったんですけれども、実は実験はですね、ほとんどその田無の東京大学の原子核研究所というところでやっておりまして、だから大学院の頃はほとんど京都にはおりませんで、ほとんどこちらに常駐しておりました。それでドクターになるとですね、京大の院生なんですけれども、原子核研究所の前に下宿してですね、そちらに住まっているというような状態を続けておりました。それでこの原子核研究所がですね、昭和30年1955年の7月に設立されたと聞いておるんですけれども、その前年にですね、その日本の漁船第五福竜丸がですね、アメリカの水素爆弾の実験でですね、被爆してですね、乗組員の小林明様というような方がですね、お亡くなりになったという事件がありまして、その原子核研究所の設立にあたってですね、地元の田無、その当時はまだ田無町とおっしゃってたようなんですが、その反対運動が起きたそうでですね、その際に日本学術会議の原子核特別委員会というのは、この核研を作ろうという、そういう委員会だったと思うんですけれども、その委員長をしておられました友永慎一郎先生が田無町長と田無町議会議長に当てられてお書きになった草稿のですね、原稿コピーがですね、現在の筑波の高エネルギー化石研究機構の情報資料室に保管されている。でこれはですね、このコピーは元の私の核研の同僚の千田さんとおっしゃる方がですね、コピーを核研の OB 会の時に、くださいまして、でこれをちょっと紹介させてもらおうかなと。まず要するにですね、我々、研究を遂行する義務と責任を持っておりということでですね、原子核研究所をその本来の目的に従って設立する必要性を痛感すると。ただしですね、その田無町民、国民といった方がいいかと思うんですが、そういうその
こういう原子力の利用ですね、ここで一緒におっしゃっている原子力というのは、原子力発電などというのはまだ普及していない頃ですので、まさに核兵器というような兵器量ということだと思うんですが、そういうことに対してはですね、国民とともに職を閉じて持たざる決意であると、こういうようなことをですね、お書きになったということで、これは私どもその当時の若手はですね、こういうことがあって我々の研究の拠点である原子核研究所が設立されたということでですね、我々若手は今後肝に銘じてやるべきであろうというようなことを議論したのを覚えております。それでですね、私が学位論文の実験をやりました、電子シンクロトロンというのがこれでありまして、これ写真で、これがそのレイアウトですけれども、小さなあれでですね、直径が約11メーター、こういうもので、これ、15メモリのですね、電子線形化石、これ現在 S バンドという、約3ギガヘルツぐらいの加速器ですけれども、今はですね、病院で X 線治療に使われているのとほぼ変わらないような、そういうものから加速した電子を入れまして、それで、約最高で 1.3 ジューンまでできる、もちろん加速器の実験の都合によってですね、このエネルギーが変えるわけですけれども、ここの中に置きました、白金のラディエーターに、電子が当たって出ます、製造副車で出ますガンマ線を使って実験をする。でこちらにありますですね、液体水素のターゲットにそのガンマ線を導いて、前方に出てくる中性のパイ中間子と、それから陽子、これで、ですね、前方の方はこれが私の学のもの実験なんですが、パイゼロパイ中間子の中性パイ中間子が2つのメインのブランチングは2ガンマにディケイするわけですけど、壊れるガンマ線をですね、鉛ガラスのチェレンコフで、ディテクトして、そのパイゼロを同時ケースをするということによって、パイゼロであるということをアイデンティファイしてやるというので、この前方ですね、0度から35度ぐらいまでのクロスセクションはこのパイゼロカウンターで測る。で、後方の方はですね、これは別の方が学位を書かれたんですけれども、このマグネットでですね、曲げまして前後のスパークチェンバー、ワイヤーチェンバーで、陽子線の軌跡を測るということで、陽子のモメントを測るということでやると、こういうような実験をやりました。それでちなみにですね、この核研の電子シンクロトロンはですね、こういう我々素粒子実験のユーザーはメインユーザーということで、その先ほど言いましたエネルギーを変える、あるいはビーム出せ止めろというようなことを要求するわけですけれども、これにですね、シンクロトロンラディエーションが出てきます。ですから、そのオービットラディエーションをですね、これパラサイトと言ってましたけども、メイン素粒子実験のメインユーザーが使っているところにですね、物質性の光実験放射光を使いたい方はですね、こちらでパラサイトという称してやっておられるというようなことです。それがですね、発展しまして東大の佐々木泰造先生なんかがですね、専用の放射光リングを作りたいということで、これの300メモまで上げたところでやるというので、お作りになったのが INS のソウルリングという、物性圏のソウルリングというのが、これのビームを分けてですね、お作りになったということで、それが世界のですね、放射光専用リングの一番最初のものだと記憶しております。ちょっと余談になりましたけれども、それでですね、こういうような実験をやって大学院は終わったというかですね、先ほどご紹介ありましたけれども、私が大学院を3年で学位取れなくてですね、実は3年終わってもまだデータの解析をしていました。それで9ヶ月後にですね、実はこの東大の核研がですね、14の加速計画、ニューマトロンという計画ですね、これはシンクロトロンで加速してですね、高エネルギーの14を実現しようと。でその当時の14加速器というのはですね、ドイツの GSI のユニラクというのがですね、線形加速器だけなんですが、ウランまでを各種あたり10面まで加速できる加速器がございました。ここにありますけども、で、アメリカのですね、ローレンス・バークルエにベバトロンというのがあって、それにとそのベバラクというユニラクという14のやはり線形加速器がある、それをひっつけてですね、ゆくゆく
ここではまだ訂正になって実現してなかったんですが、ベバラックというのがやはりこの程度まで加速されて、すべてのイオンをレラティビスティックなエネルギー、ベロシティの領域まで加速できるようなものができたんですが、そのベバラックというのはですね、ベバトロンというのは、あとでもうちょっと時間がないのであれですけど、申し上げますけれども、加速器の種類でいうと、ウィークフォーカスというものでありまして、そのストレングフォーカスで、非常にフォーカス力の強い加速器でシンクロトロンを作ろうというのがこのニューマトロン計画でありまして、幸いにですねそちらの方で助手に採用いただきまして、その加速器のこういう重要の加速器の方に関わることになりました。それでただしですね、この14シンクロトロンでやろうというときには強度に問題がある。シンクロトロンはですね、鉄の中の磁場をですね、時間的に変化させますので、要するに、軌道をですね、エネルギーを加速に伴ってエネルギーが変わっていっても磁場を強くするので、このビームが回るところだけ磁石とですね、磁場を作ればいいので、先ほど次に示しますけれども LHC というよくヒックスが見つかったということでですね、ニュースでも騒がれておりますセルンの LHC というのはですね、山手線ぐらいの大きさがあるわけですけれども、サイコロトロンのように中心から外側までですね、全部鉄が埋まってないといけないので、何もなんでもそれは作ることはできないわけですけれども、この外側だけということであればですね、山手線ぐらいの大きさのものでもかろうじて作れるということでですね、だからそのトップエネルギーまで行くのはシンクロトロンの独壇場になっているわけですけれども、ただしですね、このシンクロトロンはこういう時間構造があるためにですね、イオン源から出てくるビームをですねアクセプトできるのがこの入射 のレベルのごく限られた時間しかないので、この時間に比べたらですね、ずっと出てくるのに比べたら使えるビーム強度はですね何桁も減ってしまう。これがシンクロトロンの泣きどころだったんですね。だからそれがですね、現在に至るまでも、サイクロトロンがですね、まだ超伝導サイクロトロンだとかリングサイクロトロンとしてですね、大阪大学だとか理研で使われているその大きな理由であります。それで、ちょっとこれはですね、もうあまりディーテルなので、申しませんが、ストロングフォーカスとウィークフォーカスということでですね、加速器の中のビームというのは、平行軌道の周りを動いているわけですけども、そいつがですね、下手な条件にしますと、振動がエクスポネンシャルに指数関数的に発散していってしまうと。で、そういう条件にしないと、振動感になるわけですけども、その振動感になるように軌道に引っ張り戻す、言ってみればですね、バネばかりみたいなものなんですけれども、そのバネばかりのバネのような引っ張り戻す強さを表しているのがこの N だと思ってもらえばいいんですけれども、その先ほどちらっと言いましたベバラックがウィークフォーカスだと言いましたけれども、それはですね、そのバネの強さ N がですね、この0と1の間とある強さの間でないといかんというのが、これがですね一瞬にあたって一応であるような場合にはこれではないといかんというのが証明されます。ただしこれがですね S によって S というのはビームの走っていく距離ですけど によってこれが変わっていいということにするとですね、これがプラスになったりマイナスになったりする。でそういうのがですね、クーラントシュナイダーということで方が1958年に提唱しましたストロングフォーカス。でこれはですね N がプラスの S と N がマイナスの1に比べてもっとずっと1桁以上大きなもので、ここにそれは引っ張り戻す力をですね強くできるということでですね、これが加速器の世界では革命的な概念の変更でありました。私はクーランさんはまだ生きておられるんじゃないかと思うんですが、なぜ彼らがノーベル賞をもらえなのかというのは非常に疑問に思っているんですけれども、これは加速器の世界を変えるぐらいの大革命でありましたけれども、こういったものを使おうというのがそれでですね、1977年の当時は大学の加速器の委員会の中でですね、これは放射線医学総合研究所の元の所長の平尾先生から聞いたんですが、国内の加速器の委員会ではですね、こういうそのウィークフォーカスじゃ重要ができる、なぜかというとウィークフォーカスというのはですね、人がちょっと腰をかがめたら磁石のですね、磁極の間を張って歩けるぐらいの大きさだったんですが、ストロングフォーカスのシンクロトロンというのはこれぐらいのサイズですね、大きくてもこれぐらいのサイズですので、
全然違う。でだから14 の, はですね、ウィークフォーカスでないと加速できないというような話がまかり通ってた時代だというふうに聞いておりますけども、それをですね、我々が実際にですね実証して、そんなことじゃなくてできるんだということを実証しようというふうにして作りましたのがそのターンです。でターンというのは鉄のアキュメーションリングニューマトロンということでですね、各県の SF サイクロトロンを入射器にしまして、その隣の実験室にこういう周長32メーターでですね、8回対称性のリング、このリングの設計はですね、バークレーのアルギャランというプログラムを作った方と共同でですね、私がこういうのを設計をいたしまして、それから電磁石ですね、これ現在のポアソンですけれども、そういったその当時ツリムと言ってました、そういったものを使って設計して、それから磁場測定と、でこれはある程度磁場測定終わって、一応真空チェンバーが入ってませんけども、並んでる状況を示しております。それでこのターンで、こちらはですね真空で、こちらの方もですね14ですので、エレクトロンが剥ぎ取られたり引っ付いたりするということで、チャージステートが変わるとビームが失われてしまうということでですね、これベーキングと言いまして、270度とか300度、セルンはですね450度ぐらいまで上げてるんですけれども、そういう10のマイナス通るというのを使ったらいかんと文科省に送られるんですけども、ちょっと10のマイナス10乗通るぐらいのですね、真空度を初めて、こういう物性の先生がおやりになるような、非常に小さなボリュームではやられてたと思うんですが、こういうマッシムなボリュームでですね、初めてやったのはもちろん我々じゃなくてセルンの ISR というところなんですけれども、日本では我々はこのターンの真空機が初めてこういうその10のマイナス10乗通路を実現したと。それでこういったものでですね、このターンを使いまして、先ほどグリーダーさんが話してくれましたけれども、まず横方向の位相空間にですね多重入射ということで、これは竜ビルのテール、これちょっと申しませんけれども、要するにですねフェーススペース上での密度を上げることができない、重ね合わせることができないというのが一言で言うとそういうことなんですけれども、そうするとですね、いっぱいいっぱいにですね、こう部分的に失いつつもこうギリギリにこの中に入れていこうというのが多重入射であります。それから高周波蓄積というのは、高周波の電波で外、こいつで入れたものを今度は高周波の電波で内側へ減速していってですね、空いたところにまたこれを入れると、そういうことで多重入射と高周波蓄積の繰り返しということでですね、こちらこれ横軸が半径方向と考えてもらえばいいんですけれども、こちらにまず多重入射で入れて高周波スタッキングする。で先ほどグリーザさんも見せてもらいましたけれども、これが時間的にずっと積み上がさっていくという、こういうことをやってですね、これご覧になったら分かりますように、これストロングフォーカスですので、その大きなアパーチャーがそんな大きなアパーチャーではありませんので、こういったですね、ストロングフォーカスのマシンでも、ビームを十分強度を蓄えることができる。ただしですね、それでこれのターンのですね、建設して一応その多重入射高周蓄積の実証が終わった時点でですね、実は高エネルギーの笹尾先生のところに、もともとの出身の研究室なので遊びに行った時にですね、話を聞きまして、セルンではですね、ストカスクリングというのをやってるらしいと。ストカスクリングというのはあまりよく知らなかったんですけども、私ここにおられます。残念なことにこのディーター・メールさんというのは随分お世話になったんですけれども、昨年の春に亡くなりましたけれども、この方とはですね79年にバークレーでヘビアイオン14のを使った完成核融合をやろうというワークショップがあった時に知り合いになっておりまして、でこの81年のにもですね、またラザフォード、英国のラザフォードでそういうワークショップがあったので、ですね、その帰りにですね、彼にコンタクトを取って、セルに1週間転がり込みました。1週間転がり込んでですね、そのスカスクーリングの勉強させてくれと。で、彼は親切な方で、ジュネーブの空港まで迎えに来てくれて、そのセルンのですね、バラックという粗末な宿舎だったんですけども、そこのお世話もしていただいて、そこに1週間転がり込んでですね、このセルンに行きました。で、その際にですね、その SPS、 これは現在のサーンの写真から撮ってきましたので、これ LHC ですけど、このリングはもちろんなくて、これが SPS ということでですね、
500弱の世界最高の株式ができたばかりだったんですけれども、それ半年前にですね、これが完成したと。その当時のその前の最高エネルギーのやつはアメリカのフェルミラムの410部の手羽元、それも去年ぐらいにシャツオンしましたけれども、とにかく81年の時点ではこれが最高のエネルギーだったんですけれども、それがですね、半年後にですね、私が行きましたら、中に入れてるということは、瓶が止まっているということなんですが、これその中の SBS のトンネルですけれども、ですね、何かというと、このセルンのですね、ISR というインターセクティングストレージリングという、これはインターセクティングストレージリングというのは陽子と陽子の衝突実験、30ジョブの衝突実験をやってたんですが、そこでですね、こういうスカスクリューの研究をしてですね、汎用子ですよね、汎用子というのはセカンダリー粒子として作られるだけなので、加速器で扱えないと思われてたものがですね、加速器で扱うことができて、ここでですね、陽子と汎用子を逆に戻してバーして衝突実験できるんじゃないかということでですね、直ちにその世界最高エネルギーの SBS の運転を止めて、フィックスターゲットの実験を止めてですね、コライダーに改造している。で、それを主導していたのがですね、その当時 MIT の教授だったカルロ・ルイビアということでですね、このメールさんはですね、このスクリンスキさんというブドカーのインスティュートのノボシウスの所長さんですけども、一緒にここへ入るときにですね、そのカルロ・ルビアのヘルメットをお前かぶれとか言って貸してくださったんですけど、私はその時点で不勉強で、カルロ・ルビアという名前はその時知らなかったんで、ありがたいとも何とも思わなかったんですが、後でですね、要するにここでですね、その PP バーのコリジョンをやって、 W と Z というベクターボソンの発見ということで、さんがノーベル賞を取ったというようなことになりました。それでですね、そのスカスクリーンですけれども、これがそれをやられたアンタイプロトンアキュミュレーターという AL というものでですね、それのレイアウトがこれで、それの写真がこれです。で、これその外側ですけども、これですね、なんでこんな写真を出したかといいますと、これ屋外なんですけれども、これ冷却水の配管じゃありません。これですね、ノッチフィルターという、後で図を示しますけれども、同時空間です。同時空パイプをですね、その外側に置きまして、これがですね、トロンボーンという波長を調整するもので、こういうものがですね、外に置いて、もう場所がなりふり構わずにやっているというようなことであります。で、それで帰ってきましてですね、その活気に戻りまして、こういうそのスカスクリーン用のショット機ピックアップというのを作りました。これはどういうものかといいますと、ビームが走った時にビームを出す電磁波がですね、ここに電気信号を誘起しますけど、それがコヒーレンツに積み上がさってですね、非常に検出効率の高いようなディテクターを開発するというようなことをやりまして、これはですね、このピックアップとキッカーというのは全く同じ構造のものでですね、ここでピックアップしたシグナルをフィードバックすると。それで先ほど言いましたノッチフィルターというのはですね、ここで使われてまして、これはビームがこう回ってですね、一周する時間の間にその電気信号が向こうの端まで行ってショートしてあるんですけども、それがここへ戻ってくる。その時間がぴったり合っていると、この回転周波数のところにですね、ゲインがミニマムになって、その両側で位相が変わると、そういうような電気特性を付与することができるというのがノッチフィルターなんですけども、こういうものをですね、セルンはそういう同軸パイプでやってたんですが、私どもですね、そのターンというのは場所がありませんでですね、仕方なしにですね、これ同軸管じゃなくて、可行性の巻くことのできるですね、かなり10センチくらいの径のケーブルを、これ このままですね、使用状態がこれです。リングの中に置いて、その端のところに先ほどのトロンボーンなんかを置いてですね、集長をやるというようなことでですね、使ってですね、このケーブルというのは東京タワーの一番上にですね、こうしたシグナルをフィードするのに使っているのと同じものだというようなことが、メーカーの方から伺いましたけれども、こういうものを巻いた状態で使ってました。で、これはですね、そのターン1の研究が終わって、ターン2に移ろうという時にみんなで集まって写した記念写真で、この T の持っているのが私でございます。で、残念ながら去年亡くなりました杉本先生とかですね、もこちらに写っておられます。それでいよいよですね、ターン1ではですね、この
ただしですね、このターン1の磁石というのは鉄の塊でできておりまして、鉄の塊でできているということは、最近の電磁調律器なんかのことでもうお分かりいただけると思うんですが、鉄の塊ですとですね、磁場を先ほど示しましたような時間的に変化させようとすると渦電流が流れてですね、発熱してあれなので困るということでですね、冒頭に示しましたシンクロトロン加速をするためにですね、必要なその交流レイジということを可能にできるようなですね、実はここの磁石はですね、トランスオーナー仕様な 0.5 ミリの計測光板を何枚も重ね合わせたようなですね、渦電流が流れないような磁石で作っておりまして、こういうものを作りました。でこちらの方はターンの周長32メーターに対して周長78メーターと、ほぼ倍ぐらいということでですね、それでですね、これが実験室なんですが、ここに壁がありましたけれども、この壁をですね、ぶち抜いてこの2つの実験室を1つにして、こういうようなリングを入れようというようなことをやりました。でそれがその写真でして、これ壁をぶち抜いこちらがですね、壁をぶち抜いている時の写真でありまして、それからだからぶち抜いた壁を通して2つの部屋にまたがってですね、リングが設置されて、こちらの方は磁場測定をしている時、これはホール素子で磁場測定している場合とローテーションコイルという2つの違った方法 です、お互い その信頼性を確認するというようなことをやって25台の電磁石を全てやりました。でこちらは真空層を入れるために吊り上げている時の、ちなみにこれはですね、ターン1で使ってた こちらの方はですね、こういうこともあろうかと積層で作ってあったので、これはそのまま作りまして、ただし、6台足らなかったので、これは新たに作らせてもらったというようなことをやりました。それでですね、その電磁石の据え付けなんですけども、先ほど示しましたようなこの一個一個の電磁石というのは、これは 8.5 トンほどあるんですね。だからクレーンで取られて、もちろん動かないんですが、こういう 8.5 トンぐらいの電磁石をですね、実はどれぐらいの位置精度で据え付けないといかんかというと、プラスマイナス 0.1 ミリぐらいのです、ね、精度で据え付けないといかんということで、それはなかなか大変なんですが、最初のターン1というのの時は、ターンの時はですね、メーカーの方が皆さん実験される方は実験室でインサイドマイクロメーターなんていうのは使われたことがあると思うんですが、そのターンの据え付けの時は私もびっくりしたんですけども、長さ5メーターぐらいのですね、インサイドマイクロメーターをですね、住友重機さんだったと思いますけども、メーカーの方が持ってこられてですね、それをですね、2人がかりで肩に担いで、それでその先のつまみを動かして、その 0. 何ミリという精度を測るというようなことをですね、おやりになってました。でターン2の時はですね、ちょっと時代が変わってまして、ここにあるのがこれがインバールのディストメーター。インバールというのはですね、熱膨張係数が普通の鉄なんかに比べて1桁ぐらい小さいので、熱の変化に温度変化に対して強いんですけども、そのインバールにテンションをかけ、8キロぐらいだったと思うんですけど、テンションをかけてですね、それをそのバネの伸びを測ると。でその正しいですね、温度によっていくら温度係数が小さいといってもですね、温度が変わると変わりますので、絶対値はですね、ここにありますレーザー干渉計を使って測る。それで、このレールの上にですね、こういうものを作ってですね、測れたい距離に近いようなところにこういうものがあって、これを構成した距離で、この上ぐらいになるかをやっておいて、それからこの電磁石の上になるこういうところにはめてやると、そういうようなことをやってアレンジしました。で、これはですね、技術が随分、進歩をしましてですね、後で、ちょっと写真がですね、探したんですが、なかなか出てこなくて、写真をお見せできないのは残念なんですが、 SLSR の据え付けの時にはですね、ドイツのライカ社ですかね、我々これをやっている時にですね、こんなレールの上で構成しながらまたやるというようなことをやるんじゃなくて、直接その測りたい距離レーザーで測れないかなというようなことを仲間と話した記憶があるんですけども、早速ですね、もう現在ではそのレーザー干渉計というのができてまして、ライカ社と当たったと思いますけれども、それを使ってやられると。で SLS の時はそれを使ってやりまして、スプリング8ですとかですね、現在の加速器の据え付けはほぼそれでやられています。ただしですね、こういった手法はですね、この
ターン2をやった頃にはかなり標準的なものでありまして、建設省の国土地理院の方もその計測するのにこういう手法を使われたというふうに聞き及んでおります。それで、ターン2のもう一つの方は、先ほど坂部先生がちらっとおっしゃってくださいましたけれども、もう簡単に申しますけれども、その遅い取り出しということですけれども、その遅い取り出しというのはですね、要するに、加速器の中のリングを回っているビームというのはだいたい一周にですね、一周は1マイクロセカンドぐらいで回っちゃうんですね。そうすると1マイクロセカンドで全ての粒子を取り出しちゃいますと、ニュートリノ実験のようにですね、セカンダリーパーティクルのニュートリノを作って、それでまた非常にレアイベントをやるような場合はいいんですけれども、コインシデンス実験という同時ケースの実験をしようとしますと、その単位時間に来るビームの量が多いとですね、偶然同時ケースというアクシデンタルコインシデンスの精度が高くなって実験にならないということで、できるだけゆっくり取り出したいということで、そうするとですね、レゾナンスという共鳴状態に持っていってですね、ビームを安定に回っているのをこういうで3次の共鳴を持っていくと三角形のこんな形になるわけですけれども、そういう共鳴状態になって不安定な粒子がこう大きく振幅がでかくなったところでですね、ポンと切り出す。あとで次にセプトンというのを示しますけど、ここまで来たら切り出して取り出すということをやるわけですけれども、従来の方法はですね、これ振幅のでかいやつを取り出し終わっちゃいますと、内側のやつは出てきません。安定なので、このスパルトリクスというのはこの内側が安定で外側が不安定と。それでですね、そうするとどうしてるかというと、この動作点というベータトロンチューンをですね、レゾナンスに近づけてきまして、この安定領域を小さくしていくんですね。そうすると今まで安定に回ってたのが不安定になって出てくる。ただしそれはこの辺に沿って出てくるのでですね、取り出しの始めと後でですね、これ XX プライムという位相空間ですので、出てくるビームの角度が変わっちゃうんですね。でこれはこちらで実験する上ではですね、非常に大きくな問題がありまして、軌道で補正するとか非常に複雑なことをやって、いたんですけれども、この RF ノックアウトというのはですね、こちらの方は一定にしておいて、そのベータトロン振動というそれに共鳴するような横方向の電波で決定やってですね、この振幅をでかくしてやろうと。そうすると最初振幅のでかいやつを取り出し終わっても、内側におったものがだんだん振幅がでかくなってこれに沿って出てくるので角度が変わらないと、こういうメリットがございます。それともう一つですね、先ほど坂部先生のご紹介にもありましたけれども、こちらの方ですと磁石ですね、四重極電磁石ですので、先ほど言いました鉄の塊の磁石の零時電流を書いてあるのでですね、時間を落とせが悪いと、早くても数十ミリセカンド、下手したら100ミリセカンドぐらいかかってしまうというのがですね、こちらの方はパルスザーレフをかけるわけですから、高射能でもですから、マイクロセカンドオーダーの切り替えがオンオフができると。でそれがですね、先ほどご紹介にあったような呼吸動機に、で先ほど言いましたこの切り出すというのはですね、これがセプタム、静電セプタムということで、これワイヤーですね、80ミクロンのワイヤーをにこれがアースになってて、こちらに高圧をかけてですね、でこの間に入ったものだけ電波がかかって切り出す。こちらの方はシールドされてて電波が出ないので、そのまま回り続けるんですが、このワイヤーのこっち側に来たものだけがその電波で受けて切り出されると、こういうことで取り出すというようなことをやりました。それでですね、先ほど その呼吸臓器の話になりますけども、これはですね、私はこういうパルスRFで高速の切り替えができるよということを申し上げただけでですね、実際にこれを実用化、医療への実用化されたのは法医研の本日もお目になっています野田浩二先生等のグループがおありになったんだと思いますけれども、患者さんのこの PSD ですね、ポジションセンシティブディテクターでの信号をですね、腹部の動きを検出して、呼気と吸気というような、そのあれでですね、その照射をすると、それでこういうふうにですね、そのゲートをオンにして、こういう動きがですね、片方の状態に止まった時にだけビームを取り出すというようなことをやるというようなことで、法医研ではですね、標準の体幹部の治療ですね、体幹部の治療については法医研での標準的な治療法になっているというふうに聞き及んでおります。
それでですね、こうしたことを各県で続けてまいりまして、それでですね、幸いにして1991年の1月1日にですね、その京都大学の科学研究所に着任してまいりました。その当時ですね、先ほどご紹介になった附属原子核科学研究施設にはですね、すでにRFQ と DTL という、DTL、これアルバラ型のドゥルスチューブライナクというもので、こちらが2名分、これとこれで合わせて7名分まで加速できるものがですね、すでにインストールされておりました。で、これはですね、湯川先生なんかも絡んでおられました、パイ中間子総合科学研究計画という、京都大学が進めていました、800名分のプロトンライナクというのは、あるいはさらに進んで、今井先生なんかは30ジェブのシングルトロンも付け加えろと。いうようなことも言っておられたようですけれども、そういった加速器計画の初段を担う役割というような役割でですね、科研に予算化されたというふうに聞いておりますけれども、で、こういうアプローチはですね、後でちらっと触れさせていただきますけれども、ハイエストパワーのですね、J パークという、現在東海村で進んでおります、そういうところにも結実していった一つの礎石だったと私は思っておりますけれども、こういったものが動いておりました。それでですね、まず私が着任してきましてですね、私自身はですね、ちょっと今日時間の関係で最初載せてたんですが、4弦の図を省略してしまいましたけれども、私自身は前任者の竹越先生が手作りで作られた4弦をですね、担当しまして、その4弦のガスの流量をコントロールするようなものを付け替えると、そんなことをやりましてですね、もう着任して 2,3 年はですね、教授会の時以外はほとんど4弦の部屋で過ごしていると、科研におる時はほとんど4弦の部屋で過ごしているというような生活をしておりました。それでこれはですね、本日も来てくれております白井さんなんかの若手がですね、そのキャビティに時間をかけてエイジングしてパワーを入れていこうというこういうことをやってくれまして、でこちらの方は岩下さんがそのパワーを入れて、そのこれは RFQ の出力だと思いますけれども、どこまで加速できたかというのを92年にライナーカンファレンスで報告したもので、ですね、91年の1月に着任しまして、約1年後ですね、92年の1月末か2月初めぐらいだと思いますが、そのプロトンライナクに最初の加速ビームのシグナルを幸いなことに見ることができました。こちらが RFQ の RF のシグナル、これが DTL に後ろの方のキャビティの RF のシグナルで、これが加速されたビームのシグナルであります。それで、続いてですね、陽子ファシリティが完成したんですが、続いてですね、東海村の原子力研究機構の方からですね、S バンドの100メブのエレクトロンライナクというのが上げようかという話があってですね、それに合わせて、スプリング8の加速器の勉強のために作られた JSR という三角形のおむすび型のリングもですね、いただいてくることができるようになりました。それでですね、それを、でそれをですね、持ってきて、エレクトロンライナクこちらの部屋ですね、こちらの部屋にエレクトロンライナク、原型にはこれが5台あったんですが、部屋の関係で3台だけ持ってきましてですね、でその JSR というのはおむすび型の三角形のリングだったんですが、東海村だと、それはですね、私がこういうふうにレーストラック型に改造しました。それはなぜかというと、ここにですね、アンジュレーターという、その放射光のあれを入れたかったんで、ここへ入れたんですが、ただこれ300メブということでですね、実はケックのフォトンファクトリーの北村さん、その後理研に移られましたけど、その向こうでお使いにならないアンジュレーターは実はもらってきてあったんですが、なかなかですね、その放射光を使おうという要求がまとまらなかったので、アンジュレーターは入れないで置いてたんですが、後で話しますスクリットというのをですね、理研のグループがここにお入れになったということでありますが、こういうものであります。それでなぜこの写真があるかと言いますとですね、私が着任してまいりましたときに、梶先生が外国のお客さんを連れてきてくださったと思うんですが、このサイクロトロンはですね、実はこの室内にありました。
この辺りですね、この辺りにサイクロトロンが置いてあったんですが、このエレクトロンライナクと KSR というのを持ち込むときにですね、ちょっと邪魔になるというので外に出したんですけれども、それでですね、あまり外に置きっぱなしにしているのはいけないということで、もし時間がありましたら私どもの建物の外にですね、現在もこういうモニュメントとしてですね、こういうものをやってやらせていただいております。でこれが設置されたKSR ですね。でこちらはライナクです。ライナクの写真を示しました。それで先ほど言いましたけれども、このストレスセクションですね、ここにストレスセクションがあるということで、利権のグループがですね、先ほど玉尾先生のメールにもですね、西名研究の室のグループがお宅の仮想機を使っておるというようなことが書いてございましたけれども、それはこのスクリットでしてですね、これはセルフコンファイニングレジオアクティブアイソトープアイオンターゲットということでですね、本来の目的は不安定核のですね、内部構造を周回している電子との散乱を調べることによって、調べたいと、こういう提案がですね、この若月さんの方からあったわけですけれども、そういうものをやるのにですね、いきなりはあれなので、我々のところはもちろん不安定核なんて作れませんけれども、安定核のセシウム原子核でですね、そういうプルーフオブプリンシプルをやりたいということで、数年間こういうことをやりまして、こういう成果を出した上で、現在ですね、西名科学研究センター、化石センターでですね、これをお持ち帰りになって、こういうリングを作ってですね、現在そういうアプローチをしておられるというふうに聞き及んでおります。それで、その他の加速のアクティビティとしましてはですね、これ機能結合型といいまして、こういうリング状にビームを回そうとするとですね、これ6個の磁石ですから60度ずつ曲げるわけですけども、このビームをですね、曲げる役割ですねと、それから磁石というのはこの中心軌道に対して広がらないような、光で言いますと凸レンズのような、収束させないようなレンズの役割を果たす役割と両方あるわけですけれども、で、ですね、もともとですね、こういうリングのものはこの1台が機能結合型ということで、1台の磁石が同じ両方の役割を担っているのが、オリジナルはそうだったんですけれども、これだとですね、強さを変えようとすると曲がる角度も変わっちゃいますから、設計が決まるとですね、収束の強さを変えることができないということでですね、この曲げるのはそのフラットな偏光電磁石、収束するのは四重極磁石というふうに機能分離型ということで、それはですね、日本の研究者の北垣敏郎先生とおっしゃる方がですね、阪大を出て東北大学におられた先生が提唱されたんですけども、でそれが採用されたのはそれほど古いことじゃなくて、1971年ぐらいだと思いますけれども、アメリカのフェルミラボのメインリングが初めてだったと記憶しています。でだけどもですね、我々じゃあ何で元に戻るのかというと、この医療用の時はですね、我々物理屋がやる時はいろいろパラメータ変えて自由度が欲しいというのでですね、フォーカスの強さを変えたいんですけども、お医者さんはですね、スイッチオンでビームが出ればもうええだろうということでですね、これ見てもらうと分かりますけど、これ磁極がですね、こっち側が広くなっています。ですからこの端の方はこの内側が磁極が広くなっています。この真ん中の方はですね、反対にちょっと見えないですけれども、外側の磁極が広くなっている、こういうようなものを作れない。これは久志さんとの共同研究で可変表をいただいてですね、こういう1台の磁石を試作して、これ10トンを超えてたと思いますけれども、でこれ現在我々のまだ実験室に鎮座ましてますけれども、残念ながらですね、まだこれを1台は試作しましたけれども、これをですね、医療用の加速器として量産して納めるというところにはまだ至っておりません。それでそういうことでですね、そのがん治療のファシリティみたいなことにも関心を持つようになってたんですけれども、このがん治療のというのはですね、あまりこれをやってると最後のレーダークリーンの話はできないんですが、このブラックピークという重粒子はこういう止まる直前でダメージがでかいという、こういうブラックピークという特徴を持ってますので、ただしですね、非常にこれですけれども、現在千葉の保育園にあります HIMARC というのは120メートル ×70 メートルと非常に大きい
ということでコストがかかると、建設コストがかかる、あるいはオペレーションコストもかかる、それをなんとか小型化できないかということでですね、これは文部科学省のですね、先進小型加速器のための要素技術の開発事業というのをですね、我々現県関西圏さんと保育圏とあるいは公益圏も共同研究させてもらったと思いますけれども、でですね、2001年から、5年間ですかね、予算をいただいて、こういうことをやりました。それで、そのなぜレーザーかと、なぜレーザーがいいかというとですね、これは皆さんご存じの方も多いかと思いますけれども、前に関西圏の所長をされておりました田島先生がですね、田島造村という有名な論文がありまして、これは電子の加速に関するものですけれども、非常に加速効率の高い加速ができるだろうということで、実際にですね、これが広域圏の中島先生がお書きになったグラフを借りてきたんですけれども、その現在 ILC というよく世界で1台だけ作ろうというリニア、インターナショナルリニアコライザーというのはですね、超伝導の RF キャビティを使っても35メガボルトパーメーターというのを狙っているのがゴールなんですけれども、こちらですとですね、それよりも見桁ぐらい高い、その100ジェブというのがですね、パーメーターというのが楽々できるというようなことでですね、だからこういうレーザー加速というのがですね、非常に有望ではないかと。でこういうアプローチはですね、先日も大阪大学のレーザーエネルギー学センターでいろいろ議論がありまして、公益圏の鈴木校長さんもですね、まあ将来これはこういうことはやはり非常に注目すべきではないかというようなお話をされておられましたけれども、ただしですね、このその当時ですね、このレーザーの生成のアイオンというのにはですね、一つの大きな問題がありまして、これ横軸がエネルギーで縦軸がビーム強度なんですけれども、これこういうふうにですね、エネルギーがですね、エネルギーピークがなくてザラ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 と下がっている、こういう問題がありましてですね、でこれをなんとか解決できないかということでですね、我々はその位相回転という位相回転空洞で、どういうことを言っているかというと、ここで生成されたイオンがですね、ここまで飛んできますとですね、速いエネルギーの高いイオンが速く飛んできます。でエネルギーの遅さとゆっくりかかる、その時間差を使ってですね、ここの生成する高周波電波の位相を変えてやってですね、速く来たやつは減速、遅く来たやつは加速する、こうしているとこの辺の帯域に来たやつのエネルギー幅を縮小速くしてピークを作り出せるんじゃないかと、こういうことを提案しまして、現県の関西圏さんと共同研究でやらせてもらいました。これが制作しました、その位相回転空洞ということでですね、このフリーケンシーというのは、これレーザーの方はですね、レーザーのメーカーによって、種の周波数が変わるようなんで、これは微調できるようにそのちょっとチューナーをつけてますけれども、これは本当はですね、レーザーの方でなんとか統一してほしいんですけれども、なかなかレーザーによってですね、周波数が違うというようなことがあります。で、それはさせておきまして、我々実際にですね、こういうようなことで実際に現県関西圏さんと協力してですね、こうやりますと、こういうピーク、これはこの時間の整数倍の N の違いによってですね、いくつかにピークができるんですけども、こういうようなピークを生成することができるということを示すことができました。それがですね、そのレーザー生成アイオンイオンの、それでですね、あ、そうか、一つ忘れましたけれども、このですね、レーザー生成の位相回転というのはですね、一つはこのエネルギーのこういうピークを作るということもあるんですけれども、レーザー生成というのはプラズマ生成の過程が絡んできてですね、なかなか再現性が難しいというようなことがありまして、私どもとしてはそのレーザーによるとプラズマとのインタラクションで生成するイオンとですね、高周波の加速技術を組み合わせることによってですね、なんとか再現性よくこういうエネルギー特性を改善できないかというようなことをやってきておりまして、まあおそらくですね、そういうことも今後ですね、そういうレーザー生成アイオンを使おうというときには一つの大きなアイテムになるんではないかと、これは独りよがりかもしれませんけども、私自身はそういうふうに思っております。
それで、先ほどですね、で話はまた次のエレクトロニックグリーンの方に移りますけれども、先ほどグリーンザーさんがですね、ファゼル・ヒシャム君というのがうちの卒業生がハイゼルベルグに行ってですね、レラティブ・ベロシティのスイープで TSR でエレクトロニック・クーリングのクーリングタイムが短くなるということをしてくれましたんですが、これはですね、先ほども冒頭示しましたディーター・メールさんという亡くなったディーター・メールさんが1984年のカールスルエのワールショップで示したものなんですが、電子ビーム冷却というのはですねとスカスクーリングというのがですね、これ横軸がエミッタンスあるいは運動量の広がりと思ってもらったらどれだけ暑いかというので、こちら側の方はクーリングタイムということでありますと、スカスクーリングというのはですね、暑いものを比較的冷やしやすで冷えてくるとダメと、でこちらの方はですね、暑いものはダメだけども冷えてくるといけると、そういうことをディーター・メールさんがですね、如実に端的に示してくれたあれなんですけれども、 で、ですからですね、なぜエレクトロンクーリングがですね、熱いものはダメかというと、電子とそのイオンがですね、ここで一緒になって走ってもらいたいわけですけれども、あまりそのイオンの速度の広がりが大きいとですね、ここで一緒に遊ばしてもエレクトロンが先に行っちゃう、あるいはエレクトロンよりも前に行っちゃうということでですね、一緒に走ってくれないんですね、これの広がりが端の方のやつについては。そうするとそのエレクトロンとイオンとのインタラクションは空論インタラクションですから R の事情に逆比例しますから、距離が大きくなるとインタラクションが小さくなってクーリングの効率が下がっちゃうと、そういうことが定性的に言うとそういうことなんですけども、それならですね、この効率のいいところにですね、レラティブベロシティをスイープしてやればよろしいということがありまして、これはですね、我々が最初かと思ったらロシアの方でもうすでにですね提案があったようなんですけれども、その TSR で実験をやりました。それで先ほどグリーザーさんがお話しくださいましたけれども、カーボンビームについてはですね、我々もその TSR に行って共同利用実験をやらせていただいて、そういうものをやらせてもらいました。で今度プロトンでも実証しようということでですね、それで先ほどの田中先生のターン2の話になるんですが、このターン2をですね、もう各県がですね、筑波に移転するということで、そのいらなくなったという連絡が入ってましたので、これを持ってきてですね、各県で使いたいということを当時の所長の玉尾先生に申し入れました。しかしながらですね、これ見てもらったら分かりますように、これが後で作りました LSR という、これからお話します SLSR と、これ S がつけてなくて LSR となってますけども SLSR です。でこれ見てもらうとこれだけ大きさが違うんですね。でこのターン2というのはですね、ちょっとあれかな、ですからですね、私の得意のですね、壁をぶち抜くというやつですね、ここへこうぶち抜いて入れようとしたんですが、どう考えてもですね、先ほどのスケールで見てもらったら分かりますように、この建物に収まらないと、ターン2をここに入れようとすると収まらないということでですね、それならですね、玉川先生にじゃあ建物を作ってくださいと。で現在私どもの建物の隣に中空電波の建物ができておりますけど、あの辺り土地があるから作ってちょうだいというようなことを申し上げてですね、建物といってもですね、過疎地の場合には周辺にですね、放射線のシールドの1メーターぐらいの壁があるような、かなり重厚な建物になるのでですね、建物の費用だけでも5億以上はかかってしまうということでですね、なんぼか時がたたでもらえてもそれじゃ話にならんよというようなことを玉本先生にですね言われたことを覚えております。ただですから今は玉本先生、先ほどなんか期待に応えられなくて申し訳ないというようなことを言ってくださってましたけれども、こういうですね、ターン2を持ってくるんじゃなくて、新たにじゃあその建物の中に入る小さなもので設計しようということでやりだしたのが SLSR だと
ということでございます。でこれがそのできましたSLSR でですね、それで現在エレクトロンクーラー、これは東芝さんに作ってもらったんですけれども、この SL エレクトロンクーラーとですねそれからこちらの部分ではレーザー冷却をやっておりますというようなことでやらせてお話ししました。こちらの方の周長がですね 22.6m というようなものも作りました。でこれが先ほどもグリーザーさんが示していましたけれども、 SLSR の前景で現在までにですね斜め部のプロトンとその40ケブのマグネシウムというのを、最初はですねカーボンもやるつもりだったんですが、実はカーボンが加速できるですねインターデジタルエッジストラクチャーのライナックというのはこの辺りに島津さんとの共同研究でやってたものがあったんですが、理研さんの方がですねそれを使いたいという要望がありましてですね、そちらを理研に譲り渡したものですから、もうカーボンがビームを供給できる可能性がなくなったので、現在ではですねプロトとマグネシウムだけに的を絞ってやっております。でこれがですね先ほどもグリーザーさんが示してくれましたけれども、エレクトロンクーラーですね。でファジル君というのが白井さんとですね一緒になって一生懸命中心になってこういうエレクトロンクーラーの設計をやって、これで彼は学位論文を取って MPI にポストクとしていきました。でこのエレクトロンクーラーでやはりハイゼルムの TSR でカーボンの75メグニでやったのと同じようにですねこういうことをやりまして、要するにレラティブベロシティのスイープをしないとクーリングタイムが30秒ぐらいのものがスイープしてやると 1.7 秒ぐらいまで軽減できるというようなことを実証しました。それでこれはなぜこんなことをやったかというと、ちょっと先ほどご説明するのを抜かしてしまいましたけれども、このですねレーザー生成イオン、これが先ほど言いましたけれども、先ほど位相回転でですねピークを作ってもまだパーセントオーダーのそういう広がりを持っているということでですね、このシンクロトロン加速をするためにはですねやっぱりパーセントオーダーじゃですねアクセプタンスに入らないということで 0.1% ぐらいのオーダーまで電子ビーム冷却をして、それから早いですね3ミリセカンドぐらいで、これはケックが開発されておられたんですが、ラピッドで立ち上がるラピッドサイクルで立ち上がるシンクロトロンで加速できるようにしようという、そこのですねつなぎの役割をそのレーザー生成アイオンビームを位相回転してパーセントぐらいになったやつをさらにこちらでアクセプトできる程度の性能に変える、モディファイするインプルーブするというのをエレクトロンクーリングでレアティブベロシティスイープでやろうということで、やりました。それで、こういうものでですね非常に軽減できるということを実証してですね、そのホットイオンビームを冷やすことができるということを示しましたので、一応ですね SLSR のそのレーザー生成アイオンをクールするというのに使うというのにはまだですからですねできることなら坂部県のですねレーザーを持ってきて、それでですねそれを生成したイオンをこれに打ち込んで電子ビーム冷却しようというようなことも坂部先生とご相談しておりまして、そのうちやりましょうということを言ってたんですが、今までちょっと二の足を踏んでましたのは坂部県の隣にありまして、我々の実験室は壁が1メーターの壁がありまして、それを壁穴開けちゃいますとですね、これは放射線の漏洩の問題があってですね、許可を文科省の許可が出ないとですね運転できなくなっちゃうということがあってちょっと二の足を踏んでたんですが、そのうちにですね私がこういう定年までにそれをできなかったというのは非常にちょっと悔いが残ることなんですけれども、いずれですねそういう方向の研究もまた進んでいくことを期待しております。それでですね次にですね、今度はもうちょっとそのクーリングでですね、その低い本来の本日の今日のあれなんですけどもタイトルなんですが、もっと冷たいビームを実現できないかということをやろうということで、オーダリングの方に進んでいこうということになりました。それでですね
先ほどですね、グリーダーさんが話してましたけれども、その一番最初にですね、ノボシビルスクの武道館に来て、これ先ほど のスクリンスキーさんが所長しておるところですけれども、そこのですね、データが84年に示されまして、これ流出を減らしていくとですね、10の6乗以下まで運動量の広がりが来るという、こういうデータが示されました。でこれはですね、当時のイントラビームスキャタリングのセオリーに合わないということでですね、非常に猛烈な激論が起こりました。ただしその時にパルコムチェックさんというそのプレゼントした方はですね、要するに一次元のオーザリング、先ほどグリーダーさんが示してくれましたけれども、こういう一次元に成立してですね、後ろの粒子が前の粒子を追い越せないと、そういう状態になってるんだということを示したわけです。でこれがトリガーになりましてですね、ドイツの GSI ですね、それからこれは2つとも GSI です。マルコス・チェックさんが中心になってやったグループのデータなんですが、ストックホルムのクライリングでもですね、こういうウランですとか金とか、これ確か鉄かなんかだったと思いますけれども、そういう重いようについてはですね、こういう一元で、こちらはですね、これご覧になって分かりますように、こういうサゾンジャンプがありません。でこれは現在ではですね、こういうオーザリングじゃなくて、私どももですね、実はこういうデータを一生懸命、取りました。でこれは先ほど共同研究しているスミルノフさんというズブナの方がシミュレーションしたものですけども、やはり SLSR の斜め部でも起こるはずだと。ただしですね、諸外国でですね、コージーですとか、ドイツのコージーとかいろんなところでですね、こういうことができできてきたので、軽いイオンでもできるはずだと。で実際にですね、 GSI でですね、ではカーボンまでは、カーボンの6価まではこういうオーダリングを観測しておられます。ただしですね、プロトンについてはご存じのように1価しかありませんので、それは実現してこなかったわけですけれども、先ほどグリーダさんが示してくれましたように、私ども初めてですね、2007年に陽子では初めてこういうオーダリング現象を実証することができました。で現在に至るまでこの SLSR 以外ではまだ陽子についてこういうオーダリングが実現したという報告は聞いておりません。で私どももですね、こういうデータを取るまでにはですね、高圧電源のスタビリティ、あるいは電磁石電源のスタビリティを上げるというようなことをですね、共同研究をしております、先ほどメッセージをくれましたイゴール・メシコフさん等がですね、非常に共同実験に加わってくれまして、こういうところのスタビリティを上げろ、リップルを減らせというようなことを非常にいろいろなサジェッションをくれました。でそういうことをやったおかげでですねすいません、こういうサゾンジャンプを見つかりまして、最初そういうデータもこう言わせたんですが、あまり時間がないので削りましたけれども、こういう最初のうちはですね、こういうサゾンジャンプが出ないでダラダラダラと言ってる、まさに、このこういうデータですね、こういうデータしか取れなかったんですが、そういうそのリップルを軽減する、あるいはそのスタビリティを上げる、そういったことをやってですね、やっとこういうところを実現することができました。ただしですね、この状態というのは一次元のオーダリングということで、その後ろのものが前のものを追い越せない状態にはなったわけですけれども、ですね、お互いの粒子間の感覚はまだ振動していると。でそれをですね、もうゼロ点振動程度のフラクチュエーションに抑えて粒子間の感覚が変わらないような状態で、高速で回っているような、いわゆるストリング状態、クリスタルストリング状態を作れないかというようなことをやろうということを、でそちらの方はですね、ちょっと時間がないのでもうだんだん端折りますけれども、こういうふうにシミュレーションですね、本日もう来てもらっております広沢の岡本さんなんかのグループが中心になってですね、こういうシミュレーションではですね、こういう一次元のストリングはできるんではないかと。多次元のですね、こういうものはなかなかもうちょっとレーザーのパワーを上げる、あるいはテーパーズクーリングといったような特殊なことをやらないと難しいということを言われているんですが、できるんではないかというシミュレーションがございます。でこれはですね、ミュンヘンの工科大学の、これはRFQ を丸くしたようなものでですね、これはイオントラップを丸くしただけではないかというのが我々の意見なんですが、サーキュラー RFQ というこういうものでですね、
こういうその結晶化を実現したということで、これは姉ちゃんに載っておりますけれども、こういう報告がなされまして、ただしですね、これはここのシュラムという人に話しますとですね、これレーザーの搬入でですね、1エレクトロンボルトぐらいで回ってるのはあれなんですけども、ここにキャビティを入れて加速してちょっとエネルギーを変えちゃいますと、先ほどグリーザーさんが言ってましたけども、シェアホースということでですね、レーザーで同じエネルギーに冷却しようとするんだけども、こう曲げたところでですね、要するにそのエネルギーの大きいものは外側を回って小さなものは内側を回るという、それで軌道長が変わることでいわゆるシェアホースというのが働くということでですね、そういうものはすぐ壊れてしまうということをプライベートには聞いております。それで次にもうそのマグネシウムのイオンですが、これはもうこちらのこのレベルを使ったですね、レーザー、もうこれは時間がないので省略します。おそらくレーザー冷却についてはこのあれですね、ここからここへ上がるので搬入で、こちらに行く過程は統計的に東方的なのでエネルギーの自治がないということで、まあ、教科書に書いてあることです。それで先ほど言いましたように、この線でレーザーをやると、それからコースティング上の場合にはですね、ここにインダクションアクセレーターというもので、押し戻すということをやっておりますけれども、これも色素レーザー使っておりますレーザーですけれども、時間がだいぶ過ぎているようなので、これはそのビームとレーザーのアジャストをするオーバーラップをさせるやり方ですけども、これも省略させてもらいます。それでですね、これが高周波電波で、横が位相、縦方向が運動量の中心粒子からのズレを表しているもので、シンクロトロン振動というのはこういうふうに回っているわけですけれども、でレーザーをですね、ディチューニングといって、ここからどれだけずれているかと。で我々ですね、最近やっておりますのは、これをどん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 近づけていくと。で本当はですね、これ、クーリング進んでいくとこう時間的に変えていくのがいいんですが、なかなか制御が難しくてですね、現在はディチューニングをフィックスしてやってるんですが、フィックスする値を最初に200メガ、100メガ、40、20とぐらいと変えていってですね、現在40とか20でやってるんですが、昨晩も40メガヘルツでですね、外尾さんと中尾さんがやってくれてたようなんですけれども、でこれをやってるとですね、その議論の中で、ちょっとですね、このもうちょっと押し戻す、我々のところレーザーが1つしかありませんので押し戻す力がない。で先ほどコースティングビルの場合にはそのインダクションアクセレーターということで押し戻すということを申し上げたんですけれども、このですね、この縦方向のレーザーの冷やすということはですね、すでに私ども の現在 NHK に来ました田辺君というのがですね、学位論文を書きまして、縦方向の運動量の広がりはその縮めることができるということが分かったんですが、レーザー冷却の泣きどころは、レーザーはビームの進行方向と走ってますので、レーザーから搬入で、エネルギーのやり取りがありますのはビームの進行方向しかないということでですね、そのレーザーの進行方向、ビームの進行方向と直角方向の横方向の運動をどう下げる、それがですね、ディスパージョンといいまして、運動量の違いによってビームの軌道がエネルギーの高いものは外側回ると、そういうことをやりますと、そのディスパージョンの有限のディスパージョンのあるところでですね、エネルギー変化をさせてやりますと、そのもともとここが中心軌道だと思ってたやつがエネルギーが下がってこちらに移るものですから、こちらが中心軌道だと思います。そうするとここにいた粒子はですね、ベータとの振動がなかったんですが、いきなりエネルギー変わるとこれだけの振幅を持ったかないようになるということで、ヒーティングを受けるんです。逆のプロセスもあってですね、冷えるというようなことがあってですね、その横方向と縦方向との熱のやり取りがですね、ビームの起こるという、そういうことを使ってですね、縦方向のレーザー冷却をしてやれば横方向の温度も冷えるんじゃないかということがですね、岡本さんなんかがですね、理論的に提案された方法であります。でそれをですね、それはシミュレーションではいけるということが報告されているんですが、まだ実験的に実証した例がなかった。でこれがですね、我々がやった初めて実証したと言えるかと思うんですが、これ横軸がですね、シンクロトロンチューンです。でちょうどですね、ベータトロン振動とシンクロトロン振動が共鳴するチューンがここなんですが、ここでこれ横方向のビームサイズ、これは光で測ったやつなんですが、ちょうどですね、この共鳴するチューンでですね、ビームサイズが極小値を取ると。で、冷却された後の
縦方向の運動量広がりは極大値を取るということでですね、こちらの横方向の熱が縦方向に伝わってですね、こちらの冷却後の温度が若干上がってこちらの方が下がると極小値になるということを初めて実証しました。ただしですね、この方法ですとですね、E分の1になる時間が非常に長い。要するにですね、これ、シンクロトロンチューンがですね、共鳴しないようなところだと、これ、イントラビウムスキャタリングといって、お互いのですね、粒子間の相互作用で熱を出して発熱していってしまうのがあってですね、でちょうどレゾナンス条件にすると、縦方向と横との熱のやり取りで少しずつ冷えていく。でこの中間だとこれが釣り合ってあれだということでですね、だからイントラビウムスキャタリングが非常に効きすぎているということでですね、それで、どういうことを考えましたかというと、このビームの外側をですねスクレープする、まあこれは非常にブルートフォースな話なんですけども、振幅のでかいやつを切り出してですね、ビーム強度を収めてやって抑えてやって、IBS、イントラビウムスキャタリングを抑えてやるとですね、ヒーティングが小さくなるので、それはですね、こういう図で言うとですね、こちらがクリスタル状態で、こちらが普通の化学種のビームのガス状態で落としますと、ここからここへこう超えていってやらない。そのためにはですね、クーリング力をそのイントラビウムスキャタリングを抑えてですね、やってやらないかんというようなことでですね、このスクレーピングして強度を切ってやろうということを提案しました。でそれでですね、水平方向にはスクレーパーこちらに、このリングの中のこちら、それからバーティカル方向の方にはこの縦方向に動くスクレーパーここで、それでこちらのスクレーパー2というのはですね、強度を測るというようなもの、分布を測るというようなことにですね、使おうということでですね、こういうものをやりました。でこれがですね、そのスクレーパーの位置を変えてですね、残っているビームの強度をやって、これからですね、ビームサイズがどれぐらいかということをですね、フィッティングで求めるということをやります。で、それをことをやりますとですね、そのスクレープしていくとですね、ビームクーリング冷却の時間がですね、こういうふうに小さく軽減できると。それからこちらの方はですね、粒子質に対して、そのビームサイズですね、横方向あるいは垂直方向のビームサイズがどういうふうに変化するかということでですね、スクレーピングしていくとビームサイズがこういうふうに小さくなっていくということが実証されていきました。それでいかにこれをですね、よりエフィシェントに有効効率よくするかということで、これ過去にやられました、これ、TSR だと思います。このベリリウムの気温というのは TSR でやられた結果なんですが、これ横方向の温度ですけれども、縦方向の温度、横方向の温度で、先ほどの話になった中尾君あるいは曽田君のやつがその D 論になったデータがこの辺りなんですが、実はこれ昨晩ですね、このインダクションアクセレーターというのをオンにして、これを取りまして、粒子はスクレーパーで10の4乗項まで、やったものでですね、横方向、これプレリミナリーのまたデータですけれども 4.2 ケルビン、 2.5 ケルビンということで、これはその今までの世界のあれでもですね、まだもうちょっとその検証がいると思いますけれども、あえてですね、今日皆さんにご報告するのでですね、昨晩も頑張ってデータを取ってくれましたので、ちょっとプレミラリーなデータを見せて恐縮なんですけれども、報告させていただきたいと思います。それで、あとちょっと時間よろしいですかね、もうちょっとだいぶ過ぎてるんですが、最後にですね、このエレクトンクーリングでですね、ファーストエクストラ、もうこれ全部細かいことを省略しますけれども、電子ビーム冷却をしてですね、先ほど言いました位相空間というのをこう やりますとですね、電子ビーム冷却で、7ベムのプロトンビームをですね、3ナノぐらいまでのショートバンチのビームが作れるという、これはですね2年ほど前にできておったんですが、でなぜこんなことをやるかと言いますと、関西圏との共同研究をしておりまして、レーダー生成のプロトンというのはですね、RBE が 1.1 とですね、X 線とあまり変わらないということで、DNA のダブルストランドが切れないというのが一般的なあれだったんですが、レーザー生成アイオンビームで、そのダブルストランドが切れたという、こういう報告がなされました。
それでですね、それに刺激されて我々もやろうとしてたんですが、実は一昨年の12月にですね、私どものプロトン大学の RFQ のですね、クライストロンが水漏れをいたしましてですね、このクライストロンが運転できなくなりました。で、いろいろとメーカーに聞いたんですけれども、クライストロンはですね、もうリットンという会社は製造を中止していると。で、他のフランスのトムソンにも聞いたんですが、我々 433.3 なんですが、432.5 メガがあるけれども、432メガかな。1メガぐらい違うものしかないのでですね、使えないと。でも諦めないといかんかなと思いましたんですが、この筑波の公営圏のですね、これ福田茂樹先生とおっしゃる先生がですね、これ水漏れぐらいならですね、自分らで直せと。このバキュームが破れてたらもうしゃあないと。だけども水漏れ程度なら自分らで直せということを俺が手伝いに行ってやるということにしてですね、これ3月に来てくださったんですかね。それでこういうのを取り出して、そうするとここの部分が壊れているということが分かってですね、修復しました。で、5月か6月にこれ戻したんですが、もう一つ問題がありましてですね、今度はですね、この上のところクイックジョイントといって冷却水をですね止める部分があったんですが、それが23年間使ってなかったものを動かしたので、そのゴムが組成変形しててですね、そちらの方が温まりになりました。で、だけどもそれはですね、クイックジョイントを変えようということなんですが、変えるのは変えられるんですけども、変えようとするとですね、こちらについてのものを外そうとするとですね、それはですね、そのセラミックに埋め込んであるものを外さないといけないということでですね、非常に悩みましてですね、秋口まで悩んでたんですけれども、もう仕方ないと、壊れてもいいから直そうかと言ってたらですね、本日写真撮ってくださってます風間さんですけども、風間さんがですね、たまたまですね、このクライストロンの納入の時にですね、予備のジョイントを多分住重さんだと思うんですが、置いていってくれてたのを見つけてくださいました。で、それを使ったらですね、このクライストロンのセラミック部分にあるジョイントは外から外さなくて、そのクイックジョイントの部分だけ付け替えるだけでいけたということでですね、10月に無事このクライストロンを修復することができて、そのライナックの加速、それで、暮れにはですね、エレクトロンクーリングでやはり従来と同じようなこういうものを取り出しまして、2月の中頃ぐらいにですね、1週間マシンタイムをやりまして、こういう跳ね上げ、ここから取り出したビームですね、これを跳ね上げてここへやると、こういうことに成功いたしました。それで、その上の部分ですね、これがそのハーバーホイールという10ミクロンのホイール、非常に強いホイールをして耐久中に取り出してですね、これ、その傾向で見てるんですけれども、このこういう 3.2 ナノから 3.6 ナノぐらいのやつを、でこれはここに置きました CR39 でですね、照射強度を評価したと、こういう結果が出ております。これは今年度のですね、科研の共同研究に、報告にも出させていただいております。でですね、なぜこういうことを申し上げますかと言いますと、私がですねこちらに参りましたときに、先ほど言いましたように最初にプロトン大学だけがあったわけですけれども、その当時新庄先生がですね、野田さんと、あんたそのプロトン、お宅のプロトン大学なんか資料を持っていったら当ててくれるかねと、自分らに何かそういうことができるかねと言われたのを覚えておりまして、その当時はですね、すいません、なんか我々斜め部のプロトン出せますけど、その真空中でしかもあんまり特徴のあるビームじゃないから、本当に先生にお役に立てるかどうか分かりませんというようなことを申し上げて、もう20年近く経ったんですけども、一応ですね、このタイムリゾブゾのビームでラデーションエフェクトを測ってもらうということをですね、先ほどのこういうようなところですね、このちょっと脚立で上上がってもらわないかんかもしれません、まあ、もちろんこの真空中に取り出してますので、大気中に取り出してますのでですね、そちらのところへですね、いろいろとその資料を置いてもらうということ、もちろん生物系のことをやろうとするとインキュベーターとかそういったものが必要になるということも聞いておるんですけども、まあとりあえずですね、化石サイズとしてどういうことができるかということまで提示させていただきたいということでですね、こういうことをやらせていただきました。なんとかですね、本当はですね、先ほどの言ったクライストロンの漏れというのがなければ、1年前にこういうことをやって、定年前の1年間にですね、加減の先生方とだいたいこういうことができそうかということを追求させていただきたかったんですが、クライストロンの水漏れという
予期せぬことで、でこれはそういうことになります。他機関の共同研究のあれですけども、これはもう先ほど坂部先生もご紹介くださったので、もう申し述べません。でこれも、IPAC のことですけども、これ一つだけIPAC で付け加えさせていただきますと、裏線形のですね、線の原質大総称ですね、この方は紹介も何もなしにですね、出自にぶしつけなご依頼を申し上げたんですが、快く引き受けてくださったということで、さすがはですね、茶の心をきちっとお示しくださる先生だなというふうに、覚えております。我々物理の会議でしたけれども、そういうスピリット・オブ・ティーというのを如実に示していただいて非常に感銘深かったのを、それだけをちょっと申し上げて、であと最後もう最後になりましたけども、 J パークですね、これがこういう、これ去年の2月に J パークの A 卓で撮った写真なんですが、J パークの全体はこれなんですけども、先日ですね、2月の終わりに行きましたら、ここに来てくれてます青さんが中心になってやっている ACS というのがですね、完成しまして、今納入されてて、今年の夏にはですね、来楽の入射エネルギーを180メガから400メガまで変えて、本来の RCS101 メガボルト、いや1メガワット、メインリング750キロワットということに到達できるだろうと。でこちらの方はですね、イフミフエベーザという、これ私プロイオンコミッティのメンバーをしておりまして、そこのリーダーのジュアン・クナスターというのがですね、送ってきた、これがイフミフエベーザーの本来のあれですけども、これがですね、6箇所でですね、現在このインジェクターとこういうものが運び込まれてきてまして、これのテストが6箇所もので始まるという状態になっておりまして、そのエネルギーフロンティアというのがこれですね、LHC がですけれども、インテンシーフロンティアというのは先ほど言いましたように、J パークがこういう、あるいは、その J パーク、それからアメリカの多く人の SNS ですけども、イフミフはさらにこれをもう少しハイパワーに伸ばしていこうというようなことになっております。で最後にですね、この若い卒業生の方もおられると思いますので、これお手元にお配りしました化石学会誌の中に書いてある中から取り出してきたんですけれども、その化石ビーム物理学の研究姿勢ということでですね、私が考えておりますのは、過疎期というのはですね、サイエンティフィックにリズメに検討していけば誰が設計しても同じになるような、そういうようなもんだったらですね、寝食を忘れて研究をする気持ちには少なくとも私はならないと。だから性能をちゃんと発揮するための条件さえ満たしてたら、設計する人間が自由に創意工夫を発揮できる対象だというふうに考えておりまして、その意味では芸術改造にも通じるもの、これは必ずしもですね、加速器の研究だけじゃなくて、物理実験をやっておられるその測定器の先生方もですね、やはり同じように考えておられるのではないかと私は考えております。それで本日来てくれました卒業生にはですね、今後の研究を進めていくにあたりまして、全体を常に全体を見通す姿勢と、それから自分が主体的に取り組むということで、それから個性を発揮して、一番大事なのはですね、義務感でやるんじゃなくて研究を楽しんでほしいということを最後に申し上げたいと思います。それで最後になりましたけれども、その国内外を問わずにですね、今までご支援ご協力を賜りました全ての共同研究者の方々に心から新人の謝意を表したいと思います。それから指示に渡りますけれども、第二次大戦で二度の空襲に遭いながら、戦後の混乱の中でも私を慈しみ育ててくれました今は亡き病死、それから先ほど申しました磁場測定の際に数ヶ月、ウィークデーは数ヶ月にわたって実験室に泊まり込んで磁場測定を続けまして、家に帰りに見なかった私のためにですね、毎朝生まれたばかりの長男を背中に背負って自転車で、その実験室まで朝食の弁当を届けてくれました妻に心から感謝の意を表して、私の拙いお話を締めくくらさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。